2019-20 シーズンの V1 リーグ男子レギュラーラウンドも終盤です。ファイナルステージの最後の枠を争う注目の一戦、堺ブレイザーズとウルフトックス名古屋の一戦をお送りします。今日ですね、堺が勝ちまして東レが負けると、今日堺のファイナルステージ進出が決まります。一方の名古屋ですけれども、名古屋は今日負けた時点でファイナルステージ進出の可能性が消滅します。崖っぷちの状況です。深い、上げて打てるか、押し込んだ、ブロックにかかりますがポイントは名古屋。トーレスです。ここまでの序盤の両チームの配置はいかがですか。まあ、名古屋に関してはサーブからしっかり攻めていこうと、で、ブレザーズに関しては、しっかりトーレス選手で決めていこうというような意図は見えますね。はい、ネットイン、深いスパイク入っています。トーレス、あ、よく拾った、トーレスが打つ、決めました。やっぱりこういうところ決めてくれるとありがたいですよね、ブレザーズとしては。逆クロスで打ちました、決まっています。山田、素晴らしいサーブです。ここに来てね、サーブ攻めてるのがね、効いてますよね。追いつきました名古屋。トーレス、小川のディグ、いいですよね。椿山ブロック、2枚飛んで止めた。サーブレシーブね、崩されたのがブロックでお返ししましたよね。高野です。深いサーブ攻めたんですがアウト。堺に25点目が入りました。第1セットは25対23、堺が取っています。ダイレクトできた。あ、これもナイスサーブです。センターに帰る樋口、ネットイン、ネットが堺に味方しました。トーレス、これも決めます。スキルサーブ、終盤徹底してね、トーレス選手に集めてますよね。バックアタック、つなげるか、つなげませんでした。セットポイント堺、サーブはアウトです。堺に25点目。第2セットは25対15、堺が10点差をつけました。一方崖っぷちの名古屋、2セットダウン、ファイナルステージ進出にもう後がなくなりました。ナイスサーブ、サービスエースです。名古屋がリードして1回目のテクニカルタイムアウトです。この白岩の見事なサーブです。よく落ちましたね。追いかけますがポイントは堺。非常にね、重たいスパイク打ってますよね。あー、うまい。うちの今の手先のプレーどうでしたか。よく押し込みましたね。手首だけうまく使ってね。ナイスサーブ、高野のサービスエース。バックアタックを使った樋口のパイプ、
さあマッチポイントは酒井、バックアタックプッシュ落としたが拾った山本、最後は樋口が決めた。堺ブレイザーズ勝ちました。これで4連勝、そしてファイナルステージ進出に大きく近づきます。ストレート勝ち、セットカウント3対0でした。本当に負けられない戦いが先週から続いてて、今週も絶対に勝つぞという気持ちでチーム全員で臨んで、それが体現できて勝ててよかったです。